一方、大雨に備え亀山市内の名阪国道では通行止めを想定した交通遮断機の操作訓練が行われました。訓練には国土交通省北西国道事務所の職員およそ30人が参加。インターチェンジの入り口に設置されている交通遮断機を開け閉めする手順や停電に備えて手動で稼働させる操作方法などを確認しました。三重県内の名阪国道では連続雨量が200ミリに達した場合、関インターチェンジから伊賀インターチェンジまでの区間で通行止めの措置が取られることになっていて、去年8月には台風7号の影響でおよそ16時間半にわたって通行止めとなりました。状況によって通行が難しくなる大雨、大雪等ありますので、そういった際にちょっと情報を早く収集していただくとともに、雨量通行止めを行う場合はぜひちょっとご協力の方をお願いしたいなと思っております。